ああ、壊れちゃった。ちょっと石取ってこようか。閉めた。いいよ。今天井をつけ終わって、はいはい。なんかやることはありますか？天井つけ終わってやることありますか？じゃあ、さくらちゃん、天井つけ終わったんだったら、今必殺の、おっきい寝室作る？はい。ベッド、いつもはみ出て出ちゃうから、あれはみ出て出ないように、おっきい寝室を2階に作る。あ、地下に寝室作りたいんだっけ？はい。地下に寝室作りたい。じゃあ、寝室を掘ってもらっていいですか？じゃあ。2個掘って。これで、どうしようかな。俺が先週作った石がどこにもないんだけど、どこにある？あ、あった。とついでに夜だから寝ます。よし、寝ようか。と思ったらベッドがね。そうか、今回収したのか。じゃあ、さっきと同じとこに。お、なかなか斬新な。はい、ありがとう。よし、じゃあ寝ます。はい、オッケー、よし。じゃあ、門をちょっと装飾してくるかな。で、羊を見つけたらすかさず毛を切る。毛を切る。これやっておかないといつかいくらあっても足りないっていう話になるから。クリーパー発見。しかも城の下だな。ちょっと待ってね。あ、本当だ。これは鶴ね。ここで爆発されるとやばい。よし、オッケー。いけました。結構クリーパー爆発力がすごい。あれ、あれ、まだいまた。だいる。あ、危ない。あ、やばい。はい。深く掘ったな。あ、間違えた。そしたら地下はどこに？なんか自分のここがいいなっていう、今門作ってる最中だから、その門とは違うところに、地下を、地下室を掘り始めてもらって、って感じかな。スタッフからのカンペなんですけど、カメラがガビってるのが、もしかしたらニコニコ側のバージョンアップのせいじゃないかというコメントが来ました。バージョンアップがあったの？地下はじゃあ、
バージョンアップがあったなんて聞いてねえけどな、これは。地下ってここでもいいですか？あ、うん、いいんじゃない？石4つでレンガになる。なるほど、レンガまで行っちゃうかどうかだな。あ、間違えた。ここで OK で、石が、あ、間違えた。ここで OK。石がね、こんな感じか。さてと、じゃあ、これで門がある程度できた。あー、燃料がなくなった。燃料取ってくっか。はい。5じゃなくて6にしたいからバケツを1個追加で作るぞ。じゃあちょっと私燃料取ってきますわ。はい、いってらっしゃい。はい。燃料までのルートは覚えてるはず。大丈夫さくらちゃん。はい、本当に。どっちだ。レッドストーンとか発見したけど、これ取っちゃうとスロットがいっぱいになるやつだな。見つけたな、取っとくか。はい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 、オッケー。で、これが、これ何？これエメラルド。やべ、どっちだ。あー、この辺か。どっかに俺が書いた矢印があった。あったあった。で、ここね。
なるほど。石のつるはしじゃ取れない。鉄は石のつるはしで取れる。取れてるか。あ、取れてた。うん。こりゃ困ったな。あそこのレッドストーン欲しいんだけど。ふみいちさんがマグマに落ちた。落ちましたね、見事に。足を滑らして。まあ早く帰ってこれたってことで。サグラッと落ちたな今。ね、レッドストーンが見えたからね、よく書いてね、ちょっと行ったらね、ダメでしたね。はい。で、いや、このバケツ療法めっちゃいいですね。あれ、ああ大丈夫だった。よし、これでまたガラスがすごいいっぱいできるんで、使ってください。さくらちゃんのチェストの中にガラス入れとくからね。ありがとうございます。しかもこれすごい、門がすごい門っぽくなってなってるでしょ。いいでしょ、はい、いい感じでしょ。いい感じにね、門っぽくしときました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これは砂がねえ。砂はこれまた残りでやるかな、砂掘りは。じゃあ門をもうちょっと装飾しようかね。羊がいたと思ったけど羊じゃない。ここにね、一個ずつこう松明をこう置いていこうかなと。いてえ、スケルトン。スケルトンだね。ちょ、私剣とか持ってないんですよね。